久保さん、今回中にしましょうか。中中多分ねみんなね中途半端というか多分ねどっちつかずだなんでしょうね。行ききてなぎっていうのがあると思います。要はまあ今までのやっぱその考え方と、まあ、今の新しい考え方どっちがいいのかないやでもこうだしこうだしでもこうだこっちだみたいな多分ね振ってないんですよね。振ってないんですよ。 だこれがふ振り切れてないのが、まあ、セリフで言うならば、僕が昔、コンサル生に言われたのが、僕のコンサルに入るときに、いや、今の仕事が、あの、やめたいんで、最終的にやめたいんで、ネットビジネスやりますと、やれ頑張りますって入って、い吉谷さん、すみません、ちょっとお話があるんですけどと、いや、ちょっと、あの、リアルの会社に影響出てしまって、ちょっとネット、もうちょっと一時中止しようと思うんですけどと。 っていいうななんんかかよくわかんない感じですねだから行こうと思ってるんだけどこっちみたいなね。ネットで稼ごうと思ってるんだけどやっぱこっちと。うん、なんか振ってないなーっていうのがね。なんか久保さんがよく言うのが3ヶ月ぐらい説得してこもってね。とりあえず3ヶ月やって、が、うん、っつりやるとはね。なんかその振,振るっていうのは結構大事だと思いますよ。一点張りで。いや あの器用にね器用にね同時並行でできるんだったらいいんですよでも僕が見る限り同時並行できる人って結構少ないんですよやっぱうんだからまあななんか,、まあ、か振った方がいいと思いますねその考え方た例えばですよこう考え方を振るってどういうことかっていうと会社をね辞めるっていうのは、まあ、実際にまあ生活もあるわけですから難しいじゃないですかだからなんだろうなネットビジネスをみんな副業って考えるわけですよ だから、リアルの会社は確かに、まあ、なんだ、稼がないといけない、給料をもらわないといけないけども、こっちの仕事を副業という感じにして、考え方でしょ。こっち力入れない。まあ、給料をもらえるだけ最低限やるっていう考え方。で、こっちネットが本業っていう考え方で取り組むってことですな。ガチで取り組んでいくる。で、会社であんまりパワー使わないように、ストレス使わないように、こっち副業みたいな。まあ、副業だしな、みたいな。 こっち本業みたいなそういう考え方でやるとかねなんかそう,いう,うになんかちょっと、まあ、3ヶ月とか2ヶ月それでやってみるとかねなんか会社も会社こっちもこっちみたいな,なんかそのなんか中途半端なんじゃないかなと思いますねみんなねいってらっしゃる。